5番でございます。佐渡伊藤酒店の晩酌151へ。今夜も黄金の島佐渡島から、その相川からお送りいたします。はい、今日はちょっと前に、1週間ぐらい前になりますか、発売になりました、この天領杯の、純米絞りたて、純米絞りたて生原酒っつのをやっております。これはい、数値を見てちょっとこれは面白そうだなと思って、いつもだとこの天領杯の絞りたて純米生原酒っつのは日本酒道でいうと、マイナス方向に行っておりました。ダウンで飲み続けられるかなと思っておったんですけど、今年のデータを見ると、プラスのちょっとになっておりましたんで、これなら飲み続けられるんじゃなかろうかということで今やっとるわけです。冷やのまんまというか冷やしたまんま、確かに原酒だけあって厚ごい感じがあります。すごい分厚い感じもあるんですけど、日本酒度がプラスの3だか4だか5だかだったもんで、後味はすっきりしております。そうすると蔵の中入ると、発酵タンクの周りへ近くへ行くと感じる、そのもろみのなんかこう爽やかな感じ、やたらなハイカラな最近の酵母は使ってねえなって感じの、その非常に純粋なというか昔ながらの生酒を感じるところです。これ、冷てして飲んどるんですけど、おかんしてもうめんじゃないかなと思います。天領杯の、絞りたて純米生原酒です。そんなに高いもんじゃありませんもんで、ぜひ皆さんやってみてください。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌151へでした。